レッスン2では、インフラメンテナンスの業務に従事しなければならないけれど、何をどうしたらいいのかと不安に感じたあなたに、インフラメンテナンスを行う上での本教材の活用方法についてお伝えします。はじめに、本講座は、初めてインフラメンテナンスに携わるあなたに向けた講座です。具体的には、漠然と、点検、補修、維持といった単語は知っていても、 土木系学科を卒業していないけれど土木科に配属されたあなたや、これまでに維持管理業務に関わったことがないけれど実施する必要が出てきたあなた、そしてそのような環境下で知識を得てインフラメンテナンスを行いたいと考えているあなたです。いざメンテナンスをしようという場面に至った時、考えなくてはならないことがいくつかあります。例えば、そもそもなぜ劣化してしまったのでしょうか 傷んだところを直したいけれど、補修方法は何を選んだら良いのでしょうか自分の所属する自治体でこれまでに多くは取り扱っていないなど、前例が少なく参考にできるものがない場合、どうスタートしたら良いのでしょうかこれらの不安はあなただけが抱えているものではありません。インフラの老朽化や劣化、そしてそのメンテナンスを実施するための費用や人手の確保などは、 日本国内の様々な自治体で直面している課題です。我が国のインフラを維持していくためには、インフラメンテナンスに携わる一人一人の力が必要不可欠となっています。そこで本講座では、劣化事例、劣化進行の影響、点検、診断、記録、措置などの5単元にわたり、なぜメンテナンスが必要なのか、 点検で何を確認しなくてはいけないのか、悪くなっているように見えたらどうしたらよいのかを説明します。本講座では具体的な劣化事例などを多く掲示し、あなたが今後携わるであろう直接出向いて点検を実施する業務や、点検業務を発注する場合などで予備知識となるような前例や参考例を示していきます。例えば実際に現場に行く前の予習のため、現場で見つけた劣化が何かを探すため、 対象構造物で何を点検してもらったらいいのかを知るための足がかりとして本講座を活用いただけます。以降のレッスンにて詳細は説明しますが、今各自治体でインフラ構造物の高齢化が進んでおり、メンテナンスの必要性が高まっています。さらに人口減少も相まって、あなたが行うメンテナンスが重要となっています。今がスタートの時です。本講座をスタートの第一歩としていただけますと幸いです。